チャイナドレスかわいいやって今日も載せました、インスタグラム見てください。多分30分前ぐらいに載せた気がするな。見てね。今日暑かったね。それな、今日はトレンチコートを着たんですけど、でも今日は5分丈ぐらいのインナートップスで行ったので、意外とちょうどよかったけど、明日もあったかそう。こんにちは。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チームメイト、チーム4ケニーの長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。昨日とおとついショールーム配信見てた方は若干わかると思うんだけど、髪がピンクになってます。昨日より。わかる？このちょっとだけの変化、ちょっとピンクになったのわかりますか？昨日よりちょっとだけね。昨日はピンクシャンプーをしたので、こういう風にピンクになりました。ピンシャンすごいね。ピンシャンすごい。桜好きやな。そう、今日も桜パッケージです。ありがとうございます。今日の服、そして可愛くない？くっついてるんですけど、こういう今年はね、こういう襟がもう超大きいビッグ襟っていうのか分かんないけど大きい襟が流行るんだよ。みんな覚えといて、大きい襟が流行るから。あとこの辺リボンとかね、流行るよ。いただいたんですけど、早速着ています。後ろもなんかこんな感じです。はい、流行り、よく売ってる、こういうおきえり。肩までカバーされてるね。取り外してきても可愛いそう。セリちゃんいつも可愛い服着てるね。ありがとう、嬉しい。あ、見てネイル。ネイルです。初めてこの色を塗ってみました。でも今日中に落として違う色にするんですけど、水色？でも今年水色、青みたいな流行りません？多分青っぽいの流行るはず。
初めて塗ったけど意外とこういうのも新鮮でいいなと思いましたね。はい、今日もピンシャンするか悩む。もっと濃くするか悩むんですけど、でも今日また普通に洗ったらまたこれが落ちちゃいそうだからしそうで、昨日はもう5分ぐらい置いたの、ピンクシャンプーして浸透させたの。今日は3分ぐらいしてみようかな。ちょっとだけ、しかも少量、少量をシャンプーに混ぜてパーってする。やっぱブリーチしてるところはピンクが綺麗だけど根元はあんま茶色っぽいんだね。やっぱピンシャン使った、ピンシャンっていうかピンクシャンプーを使った次の日にメイクさんとかに会うと髪色綺麗だねって絶対言ってくださるから嬉しいなーって思います。お風呂場ピンクにならないの？なりますよ、流したらもう全部ピンクだから。イヤリング部分だけ明るい。確かにちょっと明るいね。色シャンはピンクしかないの。そう、私はピンクにしたいからピンクしか使ってないけど、でも昔金髪だった時は紫シャンって言って紫シャンプーを使ってました。はい、ほんとピンク好きだね。はい、大好き。でも最近こういう水色、もっと薄い、これよりもっと薄い青系と超薄いパステルな紫系も好き。組み合わせ、ピンクとの組み合わせが好きだなと思いました。髪はこのまま伸ばすん？いや、なんかこうこの辺は綺麗なんですけど、やっぱり毛先になるともう通らなくなったりするんですね。だからちょっとこのぐらい整えながら伸ばしていきたい。もう早くここ切りたいもん。この辺痛みすぎて大変。カットいったらまたインスタにでも載せてね。はーい、わかりました。もう少し伸びた髪みたい。そう、もう少しこんぐらい伸びたらマジでポニーテール、みんな大好きなポニーテールができます。
もちょっと待ってね、もうちょっと短くするわ、あの短い期間にしますわ。はい、ちょっと待ってねみんな。まあ冬ぐらいには伸びてるんじゃないかなと思います。秋冬くらい、春夏は多分短いと思う。普通にこんぐらい伸びても、こんぐらい。でもマジでこう傷んでる毛をなくして本当に綺麗な状態で伸ばしたいのね、ずっと言ってるんですけど。なのでもうサラーみたいな、見た目ではそのね綺麗だと思うんですけど、見た目はやっぱ触るとここと毛先全然違うんで、そうもうちょっと短いかも、冬ぐらいまで、あとちょっとですね。秋冬になっても同じこと言ってそう。状況次第だけど、その時の、でも伸ばしてるんで私も。夏は意外と短くても季節的に暑いから、まあ短いのがいいかなって思ったり。でも私冬ぐらいだと伸ばしたくなると思うんで、秋冬もうちょっとね伸ばします。もうちょっとしたら伸ばす。それは外羽、そうです、外羽です。今日久しぶりに日焼け止め塗って、日焼け止め塗って、もうついにこの季節が来たかと思って。私冬は日焼け止め塗らなくて、肌見せないからね。でももうそろそろ肌を見せる季節じゃない？季節？なので、日焼け止め塗りました。美容室みたい。あ、これそれな、美容室感あるよね、ここだけ見たら。めっちゃ撫で方に見えん。そして無理、こうしたらフ肌を見せる季節、まあ、そのむやみに見せようとはしないんですけど、まあ暑いから半袖、半袖だよねみたいな、むやみに露出はしません。よろしく。そうね、焼けるだけなんでね、私の場合ね。なんか面白いデザインだね、その服。それな、ここだけ見たら結構でもいい感じなのよ、本当に。ここだけ見るから、みんな美容室とかなんかてるてる坊主とか撫で方みたいな感じだけど、でも私もまあここだけ見たら確かにと思うんだけど、普通にこう見たら激カワ。これレディアゼルってとこなんですけど、マジレディアゼル最高すぎ、好きすぎ。トレンチコートもちなみに私レディアゼルのやつを買いました。なんか生地良くて、マジ生地めっちゃいい。
セリちゃん最高、それな。生地って大事だよね。なんかめっちゃシワになりにくそうだし、なんかツルツルした素材じゃなくてスベスベした素材ってわかる？なんて言うんだ、スベスベ、ツルツルじゃなくてスベスベってわかる？なんかわかるかな。で写真じゃ分かんなくて、実際見たら結構細かいところまでやってるなーって感じのトレンチコートです。なんか良かった、買って良かった。今度写真載せます。なんか今日上半身だけ撮れたんで、あのトレンチコートの全身はちょっと撮ってない。載せます、そろそろ。今日撮ったんで、まあ明日明後日し明後日ぐらいには載せるかな。まだ載せてない写真から載せていって、徐々にって感じでいきます。っていうか今日鴨肉を買いました。鴨ローストお肉、楽しみ。ネギも乗ってます。本当にね、なんか売ってるんです、そういう鴨ロースト肉みたいな。なんかめっちゃ美味しくて、なんかね、それとチョレギサラダ買いました。めっちゃ美味しいんですね。もう気がついたらなくなってるってぐらいで食べちゃう。もう美味しすぎて、鴨肉のロースト好きな食べ物、鴨肉って増やせばよかった。でもあの鴨肉、あのローストみたいなされたやつしか食べたことないから、他の鴨肉を食べたことがないから、ちょっとまだ好きな食べ物になるかは分かんないけど、好き、めっちゃめっちゃ好き。顔つまむ。鴨南蛮たまに食べたくなる。何それ、美味しそう。スーパーで鴨肉売ってるの、なんか調理されたやつが売ってるって感じ。私お肉買いだったらね、牛タンの分厚いやつが好きなんです。だから本当に、あの私焼肉屋さんでね、昔牛タンの分厚いのを食べたんです。昔初めて、もう衝撃、美味しすぎて、こんぐらいの厚さのタンを食べたの、うまーって思って、はい、
分厚いタン好き。仙台牛タンが好きなんじゃない？あ、そうかも。仙台の牛タン好きかも私。ね、そうだわ。ちょい眠やね。今日私めっちゃ眠り浅くて、多分今まで寝すぎて、昨日とかおとついとか寝すぎて、なんか今日めっちゃ眠り浅くて目閉じてるんですけど、なんか頭は起きてるみたいな感じ。寝てて、なんかたまにない、そういう時。今日はでも普通に5時間かな、いや6時間ぐらい寝たんですけど、熟睡できなかったんです今日。でも全然普通に過ごしてるけどね。コメント欄頑張れてきてるすいません、なんかいつもコメントに頼ってショールームしてるから。いつも眠そう、それな、私いつも眠い、垂れ目だから関係ないよね。いやでも全然多分ショールームしてるとき眠くなると思う。ずっと画面見てるからですね、多分もう集中、コメントに集中してこうやってじーってしてるから、目が疲れて、なんか眠い、多分本当にマジで眠い時はもう今すぐ寝れるって感じだけど、今日みたいな、今みたいな時はなんか普通に目が疲れてる気がする。今寝れますかって言われたら、まあ寝れんことはないけど、まあ寝なくていいって感じの日だから、なんかでもいいのに配信すいません。いや違うんですよ、配信はしたくてやってるんで、いや楽しいんですけど、全然大丈夫。そういえばセリカが苦手な絵文字や文字列ってどんなの？苦手な絵文字？でも私あれあんま好きじゃない、 顔で笑ってるんだけど、ここになんか汗みたいな、雫みたいな垂れてるやつ、なんかそれは笑ってんのか、うんみたいな、微妙なんのか、どっちみたいな絵文字あるじゃん。あれはまあそんなにって感じ。あ、それそれそれ、これかって、それこれ、それそれそれ、うんってなる。え、どういうことって、文章の横にそれあったら、え、あかんかったって思っちゃうあんま好きじゃない私は。だから一回も使ったことない、それ。私はそう、
これ目がこんなになっててもう常に笑ってますみたいなやつとか、ハートとか、あと人のやつ、人が OK してるのとか、人が手挙げてんのとか、あと手だけのピースとか、グーとかパーとかはまあよく使うかな。あくびのやつかわいい。なんか絵文字かわいいの増えてて、顔文字じゃあ絵文字か、かわいいの増えてていいよね。あと文字列だとハテナ、ハテナを使う場所がそこでハテナ使うみたいなのはたまにある。なんかご飯食べたのハテナだったら食べたよみたいな感じじゃん。それは普通じゃん。でも私何々やったよのハテナはうんってなる。わかる？なんかハテナを質問系の時、質問してる時に使うじゃなくて、なんか言葉をバッて伝える時にハテナ使うのはうんってなる。どういうハテナなのこれみたいな。質問してんのか、そうセリちゃん倒したよハテナみたいな、それありがとうって感じだけど、そこでハテナいるみたいな思っちゃうの。いや分かる、分かるこの気持ち。私結構これめっちゃ思うの。なんかそう、普通にせいちゃん単押しだよハートとか丸とかびっくりマークとかでいいのに、なんかせいちゃん単押しだよハテナ、そのハテナの意味何みたいな思っちゃうんですよ。すいませんね。そうめっちゃわかる。そう私は思っちゃう、個人的な意見これは。別にその使ってほしくないとかじゃなくって、あの全然使っていただいて、あの絵文字も全然笑ってるけど汗垂れてますみたいなやつ全然使っていただいてもいいんだけど、私は絶対使わないって感じ。全然あそうなんだぐらいと思ってくれたら全然大丈夫。っていうね、私の苦手な絵文字と文字列みたいなやつでした。気をつけます。いや全然いいんです、気をつけなくていい。その皆さんはそのままでいいんです。ただ私がそうちょっとそう思っただけだよっていう感じだから大丈夫。あセリちゃんかわいいねハテナ、それ意味わかんないの。いやハテナいるそれみたいな、わかる。そうそこのハテナの場所みんな気をつけよ。でもどっちでもいいんですけど、ハテナの場所は気をつけた方がいい。あのせいちゃんかわいいねびっくりマークハートぐらいでいいの、絵文字とか。ハテナいる？いやこれは大丈夫、個人の意見だから。
ジでわざとハテナ使ってるでしょみんな今ちょっとやめてくれる、ハテナいらないから、質問以外ねハテナいらないんで本当に。はにゃは、はにゃはあんまり使わないけど、はにゃははてなあってもいいと思いますけど。振りにしか聞こえない。そう？もきゅって何？もきゅって何ですか？初めて聞きました。顔文字は嫌い。いや顔文字は、私はメールで顔文字しか使わないから、顔文字にあんまり苦手意識を持ったことはない。なんかめっちゃ長すぎる顔文字は長と思うんですけど、顔カッコのこう笑っててカッコあるじゃん、その横に点点点点みたいなめっちゃついてるやつ、あれはなんかめっちゃ場所取るじゃん。あれは全然いいんだけど、可愛いけど、うん、長と思う。好きな顔文字、顔文字なんだろうね。顔文字は何かな、普通に笑ってたら使う、あのいつも手前にある携帯の顔文字を押して手前にあるのしか使わないんですけど、笑ってたらいいですね。なんかプライベートメールで特殊なやつあんま使え、文字化けするから使えなくて、だからシンプルな本当にこのこう目カッコみたいな、そういうのばっか使っちゃう。めっちゃ可愛いのあるけどね。めっちゃ可愛いか顔文字目が点々なの可愛いね。文字化けするんよね。なんかさ、そう、あのプライベートメールでたまになんか文字化けしないようにマジでシンプルなのしか使わないようにしてるけど、昔それこそなんか特殊な可愛いからって言って可愛い顔文字つけたんですけど、そしたらハテナになっててハテナに文字化けしてたね。そしたらさ、さっきセリカが言ったさ、そこでハテナつけるみたいな感じのところでハテナついちゃって、マジでやだーってなった自分で。なので気をつけています。暗い過去なんだ。まあそんな暗くもないけど、明るい過去でもない、普通に過去です
かなりおもろい過去だよ。そう？ハテナの詳しい話はオンラインでですね。ハテナの詳しいお話、まあハテナはねちょっとまあ謎なんで、まあします、お話し会でしましょうか。セリカのハミングはシンキングタイムのスタート、皆さんに。そうだね、私が鼻歌を歌ってる時は何喋ろうかなって考えてる時セリちゃんっぽいの見つけた、かわいい顔文字、なんかお鼻ついてるコメント欄焦る時間すいませんね、なんかありがとうございます、焦らせて、んなんで俺、あごめんなさい、焦らせて間違えた、ありがとうって言っちゃった。鼻歌禁止令出したいって、じゃあコメント頑張って。ムカつくよねこんな言い方されたらね今みんな絶対腹立ったでしょあ、またやばい鼻歌歌ったらいつも無意識に鼻歌歌うけど、今めっちゃシンキングタイムとか言われたら歌いにくいわ、歌ってないけど別に何も黙ってコメント欄を見とこうかな。鼻歌禁止って言われたらもうこうなるしかない。気まず、気まぜった。顔は笑ってるけどかなりおこだなってきて、いや私怒らないですよ私怒らないんで、はい鼻歌歌ってる時はコメントがつまらん、いやそういうわけじゃないんですよ。皆さんのコメントめっちゃ面白いけど、次の何話そうかなみたいな思ってる時です。あと2週間で誕生日だね、それな、もうすぐ21ちゃい、わーい、怒られる方多いというセリカルーム。そう、私怒ったことないけどね、勘違いだ、みんな、みんな私がすぐ怒ると思ってるでしょ、私は怒らない、怒ってないんだけど怒ってるみたい思われるのかな、
怒ってないよ。すぐ切れるよね。いや、それは間違ってます。それは語弊がありすぎる。すぐ切れるっていうのはおかしいよね。あ、これ怒ってる。怒ってほしい、いるのよね。そうね、いるね。怒ってほしいっていう人ね。みんな M だね。私のファンの人たまにっていうか M の人多くない？私別に S じゃないんだけど、セリカの S であるけど、 S 系はそんなないんですけどね。感情は正直に出しましょうね。我慢は良くないからね。肩が凝っております。私めっちゃ左で持つの、荷物を。だからね、揺れないと肩こり悪化するよ。揺れとけて。スイちゃんは普段丁寧だから雑だと親近感が湧く。あ、本当？なんかショールームとか見てくれてる私の、今見てくれてるファンの皆さんは私の喋り方とか知ってるじゃんか。だからまあ多少ね、多少ちょっとあれでもいいかなと思うけど、やっぱね初見の人とかはね、え、なんかこの子めっちゃ年上のファンの人に向かって何言ってんのみたいな思われるの本当無理と思って、なのでまあ自分が楽しかったらいいんですよね。とりあえずショールームはもうだから、もうこれは普段の私です。
普段じゃないセリカが見てみたい。普段？普段じゃない？普段これだってこれだとするじゃないですか。普段じゃないの？普段じゃないのはわからない。私よく裏表ないって言われるんで、はい、なので変わらないです。誰に対してもこんな感じなんで。リンパマッサージ始まった。癖、もう癖なんですよね。ここを押して小顔にしようっていう感じです。あ、腫れ、リンパの腫れ引きました。もう何も痛くない。今日美顔器しても全然大丈夫だった。18時半ぐらいになったらランキング読もうかな。寝る前ストレッチやってる？やってます、やってますよ。お腹空いてきたでしょ。ねえ、今日なんか食べる時間が微妙だったんで、空いてんのか空いてないんか分かんないんですけど、多分空いてます。今日の私の食事は朝バナナオレ飲んで、でお仕事の前に梅おにぎり食べて、その後に差し入れの甘いやつ、なんかいちごのったやつ食べて今なんですよ。だから空いてんのか空いてないか分かんない。あと豆乳も飲んだ。でもそう、メインがないんだよね、よく言われます。でも今日はサラダと鴨肉とご飯を食べます。後で配信終わったら。楽しみー、鴨肉。メインを意識しだしたのが成長。いや、なんか本当にね、肌に出てくるんですね、やっぱ不規則だと。ご飯もコンビニばっかりとか、なんか甘いのが主食になる時とかたまにあるんです。朝とか甘いのだけでいいみたいな、今日とかバナナオレだけみたいな。まあ朝はほぼお昼なんであれなんですけど、なんか荒れてくるから、もうそれで、あ、やばいと思って、お魚、サラダ、お肉みたいな、スープみたいな、栄養を気をつけますよね。
それで治るのが肌肌素直すぎ。それな肌素直すぎ。サラダ必要かってきて。サラダね、今日作ろうかなと思ったの、サラダを。でもめっちゃめんどくさくって、サラダをちぎるっていうのが、野菜を、レタス売ってたの、なんかフラワーレタスみたいな、なんていう名前だっけ、なんか売ってて、あ、これ洗ってお皿に盛り付けたら食べれるなと思ったけど、なんかもう洗うのもめんどくさいみたいな思ってうん、洗ったそのザルみたいなやつも洗わないとダメじゃん。あとお皿も、サラダのせたお皿も洗うじゃん。いや、なんかいいんですよ、いいんですけど、なんかいいんだけどね、マジでちゃんとやる気が起きないとできないね。やっぱ前めっちゃ私料理作ってて、たまに料理配信もするけど、それも常に簡単なのしか作らないし、もうパパッとできて、洗い物も少なく済むやつにしたいの。だって自分しか見ないんだよ、そのご飯。自分のお腹に入れば OK みたいな感じじゃない。だし誰、まあ、配信の時は違うけど、基本誰も見てないんで、もういいかなみたいな。大型の共通点を見た。そうなんだよね。レイちゃんは2時間料理配信してた。すごい。今度なんか作ってもらおうかな。手伝うんじゃなくて作ってもらいに行こうか。いや、誰かいたらそりゃなんか、まあなんていうの、作るみたいな、友達とか。でも友達と会っても、例えば一緒にタコパとかするとするじゃない、全然やってないけど。そしたらなんか友達も私があんまり料理しないの知ってるからか、めっちゃやってくれるのだから私は見てるだけみたいな感じになるわけ。あ、これ片付けてきますみたいな感じになるわけ。もうできないわけじゃないのよ、料理を。一応できるの、手っ取り早く。でも料理に関してはやる気がないってだけだね。そう、だって売ってるんだもん。売ってるし、買った方が洗い物ないしみたいな思っちゃうんだよね。ズボラセリちゃんです。で
もう本当に包丁使ったのいつだろうってレベルじゃない私全てはやる気の問題。そうです、だって私コンサートがなくなった時あるじゃん2月。その時私ほとんど家にいたんだけど、その時はちょっと料理頑張ろうと思ってなんかいろいろ作って、その時はやる気があったからもう料理にもう夢中みたいな。でも最近はワンピースとか違うことに夢中だから料理よりもワンピースみたいな感じになっちゃうんだよね。はい、いやでもなんか謎に料理配信はやってほしいみたいな声がたまに来るので、まあやろうかなと思うけどね。配信だったらやる気出るの、配信だしちゃんとやろうみたいな。はい、料理する面倒さより片付けを考えてやらない、そう後片付けがなみたいな、それよそれ、私はそこだね。料理は楽しいしできないこともないんだけどね。あと材料を集めるのもちょっとなって感じ。分かってくれます？まだワノ国に到着しない、到達しないのか。そう、私今ドレスローザのウソップがシュガーにめっちゃ大きい狙撃のやつでバーンって撃ってわーってなって、シュガーが2回目の気絶をしたところまで見た。ショールームする前ちょっと時間あったんで1個だけ見たんですよ。そのめっちゃ長くて、それもウソップがこう狙撃のここのパッて離すまでが長くて、いつみたいな、早く頑張れみたいな感じで一人でなってた でもウソップすごーってなった、初めて。めっちゃ命中しててすごいなーって思いました。はい、ネットフリックス終わるまでに見終わらないとね。それがもう終わってるのよ。でもしょうがないのこれは。でも自分で払ってるからネットフリックスのお料金はなんでネットフリックス1ヶ月にしようと思ったけど、もう気がついたら経っててもう延長してるから、とりあえずもう見終わろうって思って見切ろうって感じで、そこからまあ考える、見終わったら考える。でも2000弱ぐらいなんで、その分ちょっと節約すればいいかなみたいな思ったりしてますけど、そこまで楽しんでくれると制作者も嬉しいだろうなね。いやめっちゃありがとうございますって感じ。ワンピースを作ってくださってありがとうございます、おかげで人生が楽しいですって感じ。だってアニメ見て泣いたり笑ったりするのすごくない？どんだけアニメに感情移入してんのって感じ、本当にすごいですよね。あ、32分だ。タンタタタン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 。あ、じゃあランキング読みます。13位、音速の貴公子アット
スリちゃんの今日の洋服かわいすぎさん、ありがとうございます。書いてないけど、中に園田長崎アット桜色よく似合うねさん、ありがとうございます。嬉しい。11位、トリオヤジアットせいちゃんの爪面白い色だけど可愛いねさん、ありがとうございます。書いてないけど、10位、まるさんアットまるさん、ありがとうございます。これか、まるは。9位、まさのぶアット せりちゃん鴨肉美味しく味わってねさん、ありがとうございます。書いてないけど、8位、ひらっぴアットせりちゃんのことが毎日大好きですさん、ありがとうございます。書いてないけど、7位、中心アットセリカの可愛さは認められているさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、中心アットセリちゃんはなんで毎日そんな白いのさん、ありがとうございます。書いてないけど、5位、ジョークスノーアット今日はあったかかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど、4位、アッツアット幸せリカさん、ありがとうございます。それな。3位、ぶっちゃんアットもしかしてセリカに怒られたいのかもさん、ありがとうございますM ですか。2位、ケンジアットセリカタン押しだよかっこあおりさん、ありがとうございます。あおらないでくれます。はい、ありがとうございます。そして1位は淡路の黒ひょうアットセリちゃんお洋服似合ってて可愛いさん、ありがとうございます。それな、服可愛すぎ。はい、今日もありがとうございます。じゃあアフタートークします。はい、この服めっちゃ首長く見えません？私首長いんですけど、私首長いって言いましたっけ？私マジで首長いの見て、首長い、首長族、族っていうほど長くないか。そう、余計に首が長く見えます。ありがとうございます。せっか首横に動くのキモくない？そう、私チャームポイント首長いって言えばよかったかな。でも言うほど皆さんが見て分かるほど長くはないか。私このね、めっちゃ練習したの、言ったことあるよね昔。マジで首のアイソレーションを昔小学校の頃練習して毎日毎日、なんかダンスのレッスンであるのよ、こうやってこうやって横横みたいな。これが昔できなくて、でもめっちゃ練習してこれだけはできるようになるみたいな。そしたらめっちゃできるようになったっていうね、言ったことあるけどこの話。ダンスはアイソレーションが大事です。これからダンスをする方はアイソレーションを頑張りましょう。どこで使うの？こういうウェーブとかなんだろうね、振り付けに入ってたりします、こういう首の動きは。アイスレーズン、アイソレーションね。
なんか基礎みたいな、ダンスの基礎、アイソレーション、なんかウェーブとかもアイソレーションになる、なんかそういうのがあるんです。まあ調べてくれる？お願いします。皆さん振りコピするでしょ、振りコピするときにアイソレーション使ったら、お、あの人ちょっと一味違う振りコピしたよなってなるんで、あの振り振りコピする方はアイソレーションって調べて、あの振りコピアイソレーションを生かした振りコピをしてください。ちょっと想像しただけでおもろいんだけど多分スタッフに動きすぎて怒られる踊りすぎたら怒られるの、もしかして気まず、めっちゃ気まずったじゃん。だってめっちゃノリノリでさ、イエーイって楽しんでるわけじゃん。それでさ、めっちゃテンション爆上げみたいな感じなのに、コンサートですいません、ちょっと動き小さくしてもらっていいですかって言われたら、はずい、気まずっとそこからさ、こう小さくするのもさ気まずくない？気をつけようね。セリちゃんに言われましたって言おう、セリちゃんって誰ってなるから踊っちゃダメって書いてないんじゃ。なんかうちわをめっちゃ高くすると後ろの人見えないからやめましょうとか、ジャンプしすぎとかはなんかね後ろの人見えなくなるからっていうのでダメだよね。でも踊っちゃいけないとは書いてない。でも確かにこうやって手振る振りあるじゃん、それを一緒にこうやってやってたら、まず後ろで見てる人はこう手を避けてこう見ないといけないから、うわうわうわだなる。確かに、まあね、それは注意されるね、気をつけようね。でも人に思いやりがあったら、あの後ろの人にも気を使いましょうっていう気持ちになるから、そんな大きくはならないと思います。普通にみんなで楽しもうみたいな感じでいれば大丈夫。後ろの人も一緒に踊ったらいいね。まあね、でもさ結構いろんな人いるよね。振りコピして一緒にメンバーと踊って楽しむっていうタイプと、とりあえず内輪でなんかとにかく俺のこと見てみたいな人と、あとはめっちゃこんな感じで地蔵みたいな、もうずっとこういう風に推しを追いかけて見るタイプと、なんか定番こう手拍子するときはして、それ以外はちょっとこんな感じ。私こういうタイプ、あんまり激しくはないんだけど、拍手とかはめっちゃするみたいなタイプ。分析されてる。いや分析、そうですね、ステージから私たちよく見てるんで、ファンの皆さんのこと。でもなんか
コンサートとかフェスみたいなイベント系はうちは持って、もうとにかく一緒に楽しむみたいな感じだけど、公演とかは意外とまあ客席が狭いっていうのもあるのか、結構じーってこうやって見てる人が多いかもしれない。うちは持ってこうやって推しを見てっていうタイプが多いなと思います。いつもありがとうございます。そうね、声出せないからね。確かに。でもライブってめっちゃ声出したくなりません？だって、推しが出てきたらうやーってなるよね。私はなっちゃうんですけど、でもダメなんで、やらんけど。でもコールがあった時のライブは楽しいよね。いいね。あ、セミカオシの人だと思ってさ手振ってるけどさ、なんか全然真顔でさ、え、私のこと本当に好きですかみたいな人たまにいるんだよね。え、私って今目合ってるよねみたいな、なんか私が一方的にその人に片思いしてんのかなみたいな感じになっちゃう時たまにあるんだよね。自分に手振られてるのか意外とわからん。あ、そういうものなのか。確かに。こっちもある。あ、そう？そうか。私はいっぱい皆さんと手を振れるように頑張ります。マスクの下で喜んでます。いいですね。振り遅れちゃって振れない時ある。あー、もっと長く振った方がいいってこと。全部自分にだと思い込んで楽しむね。はい、楽しみましょう。もうライブ中は自意識過剰ぐらいの方がいいと思います。この間はあまりセリちゃんに見てもらえなかった感じが。あれ？まさかの？いや違いますよ。私は見てたけど、多分皆さん、私にと全然目合わなかったって言った時は、皆さんが違うところを見てる間に私が手を振ってたっていう場合じゃない？そういうことだと思っとこう。透けてる時多々あるよ。透けてるって何なの？だから見てるのに。セリちゃんはマジで全員見るよね。ほら、ここにいますよ。私は全員を見てるって証言する人が。そういうことにしておきます。はい、お願いします。自分のファンはあえて見ないタイプ。いや、見ますって。これ今怒ってました。私見ます、見るし、めっちゃ手振る。私、皆さんが思ってるよりね、手振ってるからね。見てるし。
多分、まあ、手なんか曲中だと手が触れるタイミングとかはあるんですよ。やっぱ曲の振りは絶対にここをやるっていう時は触れなかったりするけど、たまたまフリーでポーズできるみたいな時は、まあ、たまたまそこに前にいた成功してる人に手を振るみたいなことはあるけど、違う場所に行った時にその振り付けがなくて、でも見てたけど踊りに集中してたっていう場合もあるわけ。まあまあまあ楽しかったらいいです。セリちゃんサイリウムカラー白ダブル。私サイリウムカラー多分白ですね。なんかピンクとかは結構多くてメンバーだから、白いっぱい持ってくれてたら、あ白いからセリカ推しだって思います。なので白いっぱい2本とか本数限りない、持ってる分だけ白があればセリカ推しだって思います。全然1本から OK。 そうね、白オンリーかな最近は。そういう方増えた気がする、なんか白いっぱい持ってるなみたいな。緑5本しかないや、もうそれはセリカ推しじゃないよ、白に変えてもらって。ペンライト白色1本買ってください。そしたらもうそこからセリカ推しです。そうピンクも好きなんだけど、白とピンクとか多かったのよメンバーで。私サイリウムカラーとかちゃんと決めてなくって、でも私は白なんだなって最近やっと確定したから、白だね、もう真っ白にしてください。理由は自分が色白だからです。なのでそう、理由は白いから、それでお願いします。白と緑、あ緑は私にとってあんまり関係のない色なんですよ。なので白でお願いします。もう白いっぱい、とりあえず白、白しか勝たんみたいな感じで。ペンライト2本でもいいし、10本でもいいし、4本でもいいし、はい、でも全然ペンライトじゃなくても愛情こもった私の内輪でもいいなぁと思います。白って200色あるってアンミカさん言ってたって、すごっ、そうなの。でもいっぱいありそう、白でも。くすみ白ってあるのかな、オフホワイト的な。なんかメイドサイドで変わってきそうじゃない、なんかわかんないけど。じゃあそろそろ終わろうかな。いや切りよく7時、アフタートーク長くない、私思ったけど。うちは白は見えてきてる、確かに。うちはの文字白いと見えないね、確かに。
逆にもう何にもない真っ白なうちわでもおもろいかも白みたいな。誰惜しいってなる。なんか無地のうちわっていうか白、そう白なんだけど、一応誰推しか分かるようにしとこうか。なんか薄くなんかもう白と同化しそうな薄いピンクで細くセリカって書くとかね。ちょっとサテンっぽい白い布貼って、なんかちょっとテカらせた白のうちわも可愛いかもしれない普通のなんか青軍じゃなくて、普通にうちわなんだけどちょっとアレンジレースとか貼って振ったらオリジナルって感じしない？なんか自分の、まあこれはあのうちは作るの苦手とか、あのうちはとりあえずまあ白くしたいっていう方限定でも、今現在セリカのうちは作っててもう買ったこともあるしみたいな、もう今使ってるのがあればもう全然それで OK って感じ。白鉢巻き白鉢巻きおもろ。私白い鉢巻きしたことあるかな、昔白い鉢巻きしたことあるな、懐かしい。うちは作らないとセリカをした認められないのが涙。いやそんなことはないよ、いつもいるなみたいな人はセリカ推しだから。あこの人お話し会も来てるし、ショールームも来てるし、めっちゃコメントもしてくれるし、この人私出る公園いつもいるなみたいな人は全然うちわとかなくても顔認知でわかります推しだって。もう7時か、早っ。もう7時だって。顔認知どれぐらいいるの？いっぱいいますよ。私本当に前も言ったけど記憶力いいんですね。でもだから結構覚えてます。顔は名前と顔がたまにごちゃごちゃになる時あるんですけど、頭回ってなくて、でもめっちゃ覚えてます。夜ご飯枝豆にしたって少なくない？足りないでしょ。ビールでも飲むんですか？枝豆美味しいよね。アイドルは大体記憶力いいよね。やっぱさ、そうめっちゃ入ってくるんでしょうね、そういう覚える仕事だから。基本的にだからなのかな。でも人個人差あるよね、その記憶力とかね。
正解、レモンチューハイと枝豆できてる。すごい、お酒飲んだらお腹空かないっていう、そのがまだ私にはわからない。お酒飲んでも普通にご飯食べたくなっちゃう。振りも大量に覚えるから記憶力鍛えられるのかな。ね、それはありそう。もう意地でも覚えないとステージ立てないみたいな感じだからね。1年行かなくても覚えててびっくりした。おお。セリちゃん推しではない子も握手行ったらセリカ推しにされてた。あ、ね。おもろい。早く会いたいよね。不思議。この出会いって結構奇跡じゃない？急に何って感じなんだけど、奇跡だと思います。私たちが出会えてるのは。なので、また会えるの楽しみにしてますね。それじゃあまた終わりますね。この世は奇跡の積み重ねですできてるね。すごいです。それでは明日は配信確率 40% ぐらいです。いや 35% ぐらいかな。それでは今日も見てくださってありがとうございました。また配信します。バイバーイ。またメール送りますね。バイバーイ。ありがとうございました。